それでは定刻となりましたので、1月の市長定例会見を始めさせていただきます。市長。はい、それでは本年、初めての記者会見ということで、また今年もよろしくお願いをいたします。まず会見に先立ちまして、1月1日に発生をいたしました、令和6年、能登半島によりお亡くなりになられました方々にお悔やみを申し上げます。また被災地では道路や水道などの甚大なライフラインがの被害が発生をし、また過酷な環境の中で今もなお多くの方が被災をされております。被災をされた全ての皆様に心からのお見舞いを申し上げます。本市といたしましても、これまでもそしてこれからも最大限被災地への支援を継続してまいりたいと考えておりますし、この後現在の支援状況についてはまた案件の方でご説明をさせていただきたいと考えております。それでは本日の案件につきましては、お手元にお配りの3件でございます。1つずつご説明をさせていただきますので、都度ご質問を賜ればと思いますのでよろしくお願いをいたします。それでは案件の1、乳幼児教育フォーラムの開催についてご説明いたします。まずせっかくの機会でございますので、はじめに本市の乳幼児教育の取り組みについてご紹介をさせていただきます。本市では0歳から就学前までのいわゆる乳幼児期が人格形成の基礎が培われる重要な時期であると認識をしております。その認識のもと、乳幼児期の終わりまでに育ってほしい子どもの姿、乳幼児期に大切にしたいことを市全体で共有し、家庭、地域、保育所、幼稚園、認定子ども園、小中学校、行政等がそれぞれの役割を果たすため、一つに質の高い乳幼児教育の実践、二つに家庭、地域との連携、3つに学校への育ちと学びの接続等について基本認識を明確にした乳幼児教育ビジョンを平成28年3月に策定いたしました。平成31年3月に一度改定を行っておりますが、そこから5年が経過しておりますことから、今年度2回目の改定を行っているところです。2ページ目をご覧ください。また乳幼児教育の取り組みを推進するため、平成31年4月に府内の市町村で唯一である舞鶴市乳幼児教育センターを開設しており、センターが中心となり、各種研修や園訪問情報発信などにより質の高い乳幼児教育の充実や一人一人の子どもの健やかな成長発達の支援に努めています。3ページ目をご覧ください。この乳幼児教育センターの特徴としては、市内の公立私立幼稚園認定こども園保育所を問わず、市全体の乳幼児教育の質向上に向け、大学の研究者や県外の保育者から助言をしていただく公開保育や各種研修を積極的に実施しているところです。これらの取り組みにより、それぞれの園が保育を見直す機会となり、互いの良いところを取り入れたり、研修で学んだことを生かしたりして、子どもの主体性を育む保育へと変わりつつあり、子どもたちにも良い影響が見られていると言っております。また全国でも先進的な取り組みとして注目していただいているところであり、乳幼児教育に関する学会等での事例発表のほか、他自治体からの先進地視察を受け入れております。4ページ目をご覧ください。今回の乳幼児教育フォーラムは、乳幼児教育ビジョンの改定に合わせ、舞鶴の未来を担う子どもをみんなでつながり育むことを目指す新たな乳幼児教育ビジョンについて理解を深めてもらうことを目的に開催するものです。日程につきましては、令和6年3月9日土曜日、府
午後1時30分から会場は舞鶴市商工観光センター5階コンベンションホールで行います。5ページ目をご覧ください。内容につきましては4つの柱で構成しており、まず舞鶴市乳幼児教育ビジョンに基づく公開保育や保養所連携の取り組みについて令和5年度の実践報告を行います。次に舞鶴市乳幼児教育センター運営会議の会長であり神戸大学大学院の北野幸子教授から、みんなでつながり育むこれからの乳幼児教育と題して基調講演をしていただきます。次に改訂を進めております舞鶴市乳幼児教育ビジョンの内容について乳幼児教育センターから説明いたします。最後に新たなビジョンの実現に向けてみんなでつながり育む舞鶴の子どもと題してシンポジウムを開催します。登壇者として私と広瀬教育長のほか、教育委員乳幼児教育ビジョンの改訂に携わっていただいた4名の皆さんにも加わっていただき、本市の乳幼児教育の取り組みに対する方向性や考え方、また乳幼児教育ビジョンに込めた思いなどについて来場者の皆様にお伝えし、理解を深めていただきたいと考えております。次のページをご覧ください。募集人数は先着350名としております。申し込み方法は舞鶴市ホームページ申し込みフォームからお申し込みください。サイトを案内する QR コードも資料に記載しております。申し込みの締め切りは2月29日木曜日までとし、定員になり次第締め切りさせていただきたいと思っております。ぜひとも多くの皆さんにご来場いただきたいと考えておりますので、記事として取り上げていただきますようどうぞお願いをいたします。以上で説明を終わります。それでは質問をお受けしたいと思います。質問のある方は挙手をお願いいたします。はい、前西新さんお願いします。この専門部署っていう、ちょっと私ちょっと知識なんで教えてください。その例えば発達障害とかそういうのを早期に見つけるのか、その舞鶴ならではのなんかそういう専門部署というか特徴点とかあるのかどうか、その府内で舞鶴のみっていうのを書いてるんですけども、乳幼児教育センターの、まあ、役割というか、そうですね、どういう特徴が専門、どういうところに専門性があるのか。はい、分かりました。まず、センターを設けていることで、まあ、大きく3つ役割はあるかなと思っているんですけれども、まあ、1つはその研修と公開保育というのを積極的に実施をしておりまして、まあ、このことによって先ほど説明の中でも少し触れましたが、他社から各保育所を見ることによってですね、その指摘なんかもいただく中で保育所が保育のやり方自体をこう変えていくようなことがあったりします。それは何かと言いますと、子どもの主体性を育む教育というのに我々力を入れていて、まあ、その主体性を育むような保育に変わっていっているというのが一つ大きな特徴でございますし、まあ、それをこう民間公立問わずにですね、市全体としてやっていこうというのが一つ大きな特徴でございます。それからもう一つはその保護者に対して自身の子どもの取り組みを、自身の子どもの成長をですね、知っていただきたいというような観点からドキュメンテーションといいましてね、子どもたちがこう普段保育でどんな課題に取り組んでいるとか、どんな遊びをしたかというのを大きな紙にですね、こう写真に貼っつけて書いて、もう視覚的にも見やすいように保護者の皆様より積極的に各園が公開をしています。まあ、このことによって普段なかなか園での子どもの姿ってわからないと思うんですけれども、そのことによって、まあ、親としてどういう子どもが保育園で保育園での日常を過ごしているのかということと、またそのことによってですね、やっぱり少ない身近な家で子どもとの対話が生まれるというふうに思っています。でもう一つが養保連携、養保小連携といいまして、
5歳児と小学生の1年生が交流をする場っていうのを設けています。このことによって、まあ、やはり園児はですね、小学校へ行くのが不安ではあるんですけれども、まあ、先輩のお兄ちゃんお姉ちゃんと事前に触れ合うことによって、その不安をなくして小学校に入学できるというものを一つかなと思っているので、まあ、ルール言いましたけれども、まあ、そうした目指すべき保育を市全体として、共有しているというのが乳幼児教育センターの大きな役割であり、まあ、特徴かなと思います。どのぐらいのスタッフがいるんですか？教育センターにの職員、専門学校。それちょっとじゃあ担当からご対応させていただきます。はい、幼稚園保育所管乳幼児教育センターの飯田と申します。よろしくお願いします。職員の方ですけれども、乳幼児教育コーディネーターというのが2名います。それから乳幼児発達支援教育コーディネーターが1名います。あと相談員という形で3名在籍しております。保育士とか幼稚園教諭の免許を持ったものが主です。あと小学校校長を経験したもの、小学校の教諭を経験したものが相談員コーディネーターとして在籍しております。それ上品ですか？そうですね、生殖の本土や、相談員という形で週何日かっていう勤務のものもいます。はい、はい、ありがとうございます。まあ、そうした職員がこう定期的にですね、各園をしたりしているというふうなことですね。はい、京都新聞さんお願いします。京都新聞の菅井ですけど、はい、その教育センター自体は小丸市、まあ、内には小丸市のところで、はい、教育ビジョンというものは、多くの自治体が設定しているものだ。どうでしょうか？ごめんなさい、ちょっと僕は把握してないんですが、どうですか、他市のビジョンの設定状況。はい、はっきりとは必ず持っているものではないんですけれども、0歳から就学前というふうに限定して持っているところは少ないのではないかというふうに思います。乳幼児教育センターを持っている自治体は比較的持っているところも多いですけれども、珍しい方だとは思います。今回改定ということで、その固定的に改定するものではないように見えるんですけども、まあ、今回改定になった理由と、この、改定が、第3章で、が基本的に改定するポイントだと思うんですけども、こう どういう点が改定されるのかっていうのを、その具体例があれば教えていただきます。失礼します。ここに資料にありますように、第1章については、まあ、国の動向が随分変わっておりますので、今子ども家庭庁ができたことなど、いろんな政策が変わっておりますので、そちらのものを反映した内容になっています。第2章の、基本理念のところですが、そちらは育てたい子ども像であるとか、それから、主体性を育む乳幼児教育の推進という、みんなにつながり育む舞鶴の子どもという部分については、変わらずそのまま継承しています。そこの大事なところは、先ほど秘書官の説明があったように、主体性の尊重と自己を肯定する心の育成というのも、その基本理念の中で変わらず大切にしたいこととして残しております。で、基本方針、第3章の基本方針を市内の幼稚園保育所認定こども園の先生方、小中学校の先生方をワーキングとして、ワーキングの委員として来ていただいて検討した内容を反映させたものが、今回の基本方針、5つの基本方針になります。1つ目が安心できる居場所としての家庭の役割をここで示しております。2つ目がつながり支え合う地域社会ということで、なかなか地域とのつながりが希薄になっているんですが、ここで少し丁寧に説明をしております。3つ目が子育てのパートナーとしてのつながりということで、まあ、家庭、地域、園、小中学校のつながりのことを書いております。
4つ目が、保育所、幼稚園、認定子ども園等における質の高い乳児教育の充実ということで、ここは園における保育、先ほど市長の説明にもあったように、主体性を育む保育について、ここで示しております。で最後、保育所、幼稚園、認定子ども園等と小学校、中学校の連携接続ということで、先ほどの、保養、小の連携の部分について記載をしております。主なところはこの5つ。よろしいでしょうか。変わった点がその基本方針です、はい、この5つが3つから5つになったというのが変わった点です。はい、このタイミングで書いてます。このタイミングで記載した変わったことは、一応5年ごとに変わるというものにはなっています。はい、すいません、質問意味が分かってないです。5年ごとに変えるということで、平成31年に一番最初3年にしていて、でその後5年ごとに1回1個は5年で、はい、はい、変わります。他にいかがでしょうか。はい、京都新聞さんお願いします。はい、お願いします。講談のことでちょっと一点確認なんですけど、はい、神戸大の北野教授の専門分野は何でしょうか。専門分野、担当者からお答えをします。乳児教育です。乳児教育。はい。保育とか教育の分野。他はよろしいですか。はい。それでは関係委員につきましては、これで終了させていただきます。関係職員が退席させていただきます。はい、それでは舞鶴市代表団のポーツマス市訪問についてご説明させていただきます。舞鶴市と英国ポーツマス市との交流につきましては、資料の2ページ目と3ページ目に記載をしております通り、海軍ゆかりの町という共通点から1993年の赤レンガ博物館開館時にポーツマス市から海軍装甲レンガが寄贈されたことを契機として、1998年に姉妹都市を提携し、以来、中高生による英語研修などの青少年交流や展示会をはじめとする文化交流を中心として友好交流を重ね、今年度は25周年という節目を迎えているところでございます。4ページ目をご覧ください。今年度における姉妹都市提携25周年記念事業といたしましては、昨年5月にポーツマス市からトム・コールズ名誉市長を本市にお招きし、聖志向80周年記念式典への出席や名誉市長による講演会の開催、市内各種行事への参加など、姉妹都市提携25周年を記念した受け入れ事業を実施したところで、次の5ページをご覧ください。それ以降、舞鶴市代表団の来訪を心待ちにしているとのトム・コールズ名誉市長からの招待もいただく中で、コロナ禍で休止していたポーツマス市との直接的な交流を再開、活発化させるとともに、青少年交流をはじめとする市民交流の拡大につなげるため、私を団長とする舞鶴市代表団がポーツマス市を訪問いたします。日程につきましては2月10日から15日とし、私のほか副団長として上場市議会議長にもご参加をいただきます。6ページをご覧ください。ポーツマス市滞在中はトム・コールズ名誉市長との会談のほか、ポーツマス市内の各種施設やポーツマス市議会への出席、記念事業としてシャーロック・ホームズシリーズや舞鶴・京都ゆかりの童話など、両市・両国にまつわる総合寄贈図書の除幕式などを開催する予定としており、25周年を記念するにふさわしい充実した訪問事業となるよう、ポーツマス市側との調整を鋭意進めているところであります。
舞鶴市といたしましては、大妻市との姉妹都市提携25周年を契機として、コロナ禍により休止していた人的交流の再開と次世代の国際人材の育成に向けた取り組みが一層促進されるよう努めてまいります。以上で説明を終わります。それでは質問をお受けしたいと思います。質問のお呼びの方は挙手をお願いいたします。はい、挙手をお願いします。大妻市の訪問団の人数は、市民の方も行かれるでしょうか。その辺り教えてください。はい、記載の通り、この代表団、今資料の5ページ目ですかね、はい、5ページ目に書いてあるメンバーで選ぼうとします。4人ということですね。はい、市民、この青少年交流をはじめの市民交流の拡大というのに趣旨としてありますけれども、はい、市民は直接は行かれない。そうですね、長らくこの青少年交流が途絶えていますので、改めて訪問させていただいて、今後の双方の受け入れ等についてもしっかりと議論していきたいなと思っています。はい、舞鶴市からの訪問は、2000年以来ということになるんでしょうか。そうです、ですね、これまで、6回訪問しておりまして、最後が提携20周年の時ですね、2018年、平成30年の時以来ですね。5年ぶりでございます。はい、他にもですね、姉妹都市あったと思うんですけども、そこの訪問としたら、ウズベキスタンとか、ロシアとか、はい、姉妹都市について、姉妹、一つがロシアのナホトカ市、それから、中国の大連市、そしてこのポーツマス市、この3つでございまして、ウズベキスタンであるとか、韓国のコハン市というのは姉妹都市とか友好都市を結んでいるわけではないんですが、はい、今回ポーツマス市に行かしに行きますけれども、そのナホとかや大連については現状としてまだ私が訪問するというような予定はありません。はい、2018年以降にそのナホとかとか大連って訪問されたことはありますか。よろしいですか。はい、フィナンシング国際交流課の中山と言います。コロナが、起きてからはこちらの方から訪問する機会というのは少なくなったんですけれども、市長の方が訪問されたということにつきましては、1月前にですね、韓国の方に、訪問するという機会がございまして、それ以外につきましては訪問事業についてはございません。2019年にですね、中国大連市の方に前市長ですけども、市としての訪問団は出しておりますが、2019年の5月です。はい、じゃあそれ以来のことですね。韓国にそういう姉妹都市に行かれるっていう市長、はい、市長ですか。そうですね、前の市長も含めて合わせたいそうですはい、すみません、大連は友好都市という、すみません、友好都市、はい、大連は友好都市、ナホトカとポーツマスは姉妹都市です。これナホトカはやっぱり難しい、やっぱ国際情勢もございますのでね、はい、ですから正直なところ、これから具体的に何か交流をしていこうという、こう目処といいましょうか、話し合いができているわけではないですね。はい、ポーツマス市と、舞鶴市の共通点共通点は、一つやっぱ港町であり、あと海軍ですね、海軍の町でもありますし、そうしたところから赤レンガの町でもありますし、この辺りが共通点でありますし、舞鶴市のこの赤レンガを中心とした町づくりについても大妻市から大きく影響を受けているところもあります。交流で、どういう効果がですね、今後
られるかっていうのをもうちょっと具体的におっしゃっていただくとどうでしょうか。効果、はい、一つは、まあ、やはりこれまで長い歴史の中で姉妹都市を提携してきているわけなんですけれども、やはり改めて現場で行ってですね、またその目で見て肌で感じていくことというのはまず非常に大事だろうというふうに思っておりますし、まあ、それから先も少しお話ししたことと重複しますけれども、我々としてはもう青少年のこの英語研修が非常に有効的な取り組みであると認識をしておりました。まあ、しかしながら近年実施ができておりませんので、まあ、改めて特にここの青少年の交流事業に向けて具体的にどのようにお互いね今後受け入れをやっていくのかというところを、まあ、重きを置いて、訪問していきたいと思っています。すみません、ちょっとしつこいね英語研修は、いつ頃までされてたのか、どうなったんでしょうか。まず1998年平成10年のボーイスカウトの訪問団を受け入れしているのと、それから2018年平成30年の青少年訪問団受け入れの2回実施しております。英語研修のに特化したところ細かいことをちょっと教えてください。英語研修の直近の開催ですが、平成31年の3月、平成30年の事業として実施したのが直近の実施となっております。以上です。2019の3月です。英語研修というのは、その具体的に言うと、市内の小中学生、高校生なんかが対象で、どういうものなんですか。そうですね、市内の中高生を対象に、参加者を募らせていただいて、その中から、渡航していただくという授業になっております。近づいてごめんなさい、現地に訪問する。あ、そう、現地に訪問する、はい、市長がおっしゃっていただいたのは、受け入れということで、受け入れも前の市の方に前の市の方でも受け入れをやっていきたいですし、お互いですね、まあ、やはりどうしてもこの特にコロナ禍で、交流がやっぱり途絶えてしまうと、さまざまな受け入れ体制についてもそれを知っていた人たちもだんだんいなくなったりしていて、やはり具体的に話をしていかないと再開ができないと思っていますから、まあ、そうしたことも含めてですね、しっかりと話をしていきたいと思っています。他にいかがでしょうか。前西さんお願いします。2ページ目のこのコートレーンとかスプリングフィールドの交流開始ってこの書いてあるんですけども、前の小中学校のその交流が始まって、そして今どういう変遷をたどったのか、今どうなっているのか、で今回の市長の訪問団がどういうふうにアプローチしていくのか、それを聞かせてください。変遷について変遷答えられますか。はい、あ、すみません、小島です。2ページ目に記載している、まあ、94年の浜内のコートレイン、城南地とスプリングフィールドに関しましては、ここは現地から、それぞれ浜内町、城南中へ、まあ、来たという交流事業がございましたが、その後は、継続はしておりません。直近で申し上げると、2018年に、現地の、またこれは名称が違うんですけど、メイフィールド校という小中一貫校のような学校があるんですけども、そこが舞鶴に訪問していると。で、舞鶴の小学校を訪問したのはいくつかの中学校2校を訪問してるんですけども、継続というとまでは言ってますが、それをコロナ禍になっているので継続は、まあ、できないんですけども、それをぜひ向こうからこっちに来てもらう交流というのも継続したいというふうに考えており、まあ、今回の訪問について問題の中でもその話を現地としていこうというふうに思っています。他にいかがでしょうか。代表でしたら関係に続きましてはこれで終了させていただきます。関係にも関係情報に対応させていただきます。
はい、それでは最後の案件、令和6年能登半島地震への支援について、ご説明いたします。今までに市営住宅の提供、義援金の受付、救援物資の提供、職員の派遣などを行っており、本日は本市の対応状況を取りまとめて説明いたします。2ページ目をご覧ください。はじめに市営住宅の提供です。被災者の生活支援として市営住宅の5戸を原則1年間保証、駐車場使用料や水道料金、下水道使用料を免除して提供します。現時点で問い合わせはありませんが、希望される方があった時にはすぐに入居いただけるよう準備を整えています。次に義援金の受付でございます。1月4日から本庁や西支所、笠分室のほか各公民館と学び山に義援金箱を設置しています。集まった義援金は日本赤十字社を通じて被災都道府県の義援金配分委員会にお送りします。なお1月17日時点で約86万円が集まっています。3ページ目をご覧ください。次に救援物資の提供についてであります。本市に所在する機関からのお声かけに応じて1月2日に海上自衛隊多用途支援艦日内により毛布200枚と水216リットルを1月を送りました。1月4日には海上保安庁の巡視船により簡易トイレやトイレ袋、おむつなどの救援物資を輸送したところです。次4ページ目をご覧ください。最後に職員の派遣です。被災地の状況に応じ各関係機関からの要請に基づき職員を派遣しております。救急消防援助隊については消防庁長官からの指示に基づき再編された京都府大隊の一員として1月4日からの第2次隊以降現在第8次まで継続して派遣しており、延べ派遣人数は62名となります。応急危険度判定業務につきましては地震被災建築物応急危険度判定のため応急危険度判定士の資格を持つ技術職員2名を1月12日から1月16日までの5日間珠洲市へ派遣いたしました。避難所運営業務につきましては京都府からの要請に基づき京都府の対抗支援先である七尾市での避難所運営支援業務として職員1名を1月12日から1月16日までの5日間派遣いたしました。次に給水支援業務につきましては日本水道協会により要請を受け職員2名と給水車1台を1月15日から1月19日までの5日間能登町へ派遣いたしました。現在までに行っている支援の内容については以上でございます。よろしくお願いをいたします。次に5ページ目をご覧ください。なお今後の支援としましては京都府保健師等派遣チームの一員として2月21日から27日までの7日間保健師1名を派遣します。また緊急消防援助隊及び避難所運営業務については継続して派遣します。被災された方々が一日でも早く日常生活を取り戻していただきますよう引き続き支援をしてまいりたいと考えております。説明は以上です。それでは質問をお受けしたいと思います。質問のある方は挙手をお願いいたします。はい、清水さんお願いします。緊急消防援助隊の方々がよく言っておられると思うんですけども、市長の方にはどういった報告がですね、挙げられているのかというと、はい、市長としたら被災地の状況をですね、どういうふうに見ているのか、支援必要なものを
そのものをちょっと説明しますでしょうか。はい、まず報告については期間次第報告を受けております。まあ、これは消防に限らず給水業務から帰還したものについても昨日報告を受けているところです。でやはりまあ内容としましてはいわゆるこうテレビや新聞で見る以上にですね、まあ、彼ら職員のもちろん発言でありますけれども、まあ、想像を絶する状況だったということを聞かせてもらっていて、で職員が撮影した動画であるとか写真なんかを私も見せていただきながら状況確認をしているところであります。で、まあ、こうどんどんフェーズが変わっていっていると思っていますし、また市町村においてもですね、例えば避難所でも水が必要とされているところであるとか行った先によって変わってくると思いますので、まあ、現在の考え方としては市独自というよりもやはり窓口として、やっている京都府の要請に基づいて、派遣をしていくことが最も、まあ、要は混乱を生まずにですね、情報としても正しいものを共有できるのではないかなという認識でおります。でしょうか。はい、西野さんお願いします。はい、一昨日の新聞でも医療新聞でも出ましたけれども、はいはい、その地域防災力の強化ということが、うん、この舞鶴市だけじゃなくて全国の自治体にね、まあ、求められていることだと思うんですけども、まあ、条例で決まっていると、うん、そういう中で、まあ、市民の方からやっぱりもっとやらなくちゃいけないんじゃないのっていう、そういう投げかけがあったわけですけども、改めてそれのちょっと思いというか受け止めをちょっと聞かせていただけますか。はい、まあ、この課題として、まあ、認識をしている中で、うん、本当にあのシンポジウムでもそういう市民の方からのご質問があったっていうのは、まあ、我々行政と市長と立場でも市民の皆さんの立場でも共通している認識なんだろうなというふうにまず率直に思いました。で、まあ、シンポジウムでも発言をしたことではありますが、まあ、現在消防の隊員については125名の条例で決めています。で、この125名の条例で定めてからですね、まあ、例えば救急車の出動件数が大幅に上がっているという話もさせていただきましたし、そして例えばそういった125名の中で、まあ、先ほど消防隊を延べ62名かな派遣していると言いましたけれども、当然しっかりと被災地への支援を行いながら、一方で舞鶴市は舞鶴市の安心安全を守っていかなければならないということもあるので、やはり今の職員の数では不足しているなという認識をしておりますので、今後条例の改定も含めてですね、職員をしっかり消防を充実させていかなければいけないなという認識を今回の地震を通じて、まあ、さらに私としても認識を高めたところです。はい、人口がどんどん減っていく中で職員の数も減らないか、ね、その、まあ、そういう中でただそのどこに配分していくかってね、市長はその子どもの自治体だったんだけど、防災っていうのはね、改めてこの国のね、ありようっていうか、そうですね、自治体も改めて問われてるっていう、市長としては、鴨田さんとしては、その辺のところを改めて見直すと。うん、改めて見直すのもそうですし、うん、まあ、職員の数の話でするとですね、うん、まあ、特に今回、まあ、消防にピックアップしてお話をしましたけれども、やはりこの公務員が自治体職員がですね、これ現地で支援活動に中心に当たってくれているわけです。でこれについては当然今お話しいただいたように人口減少の社会に入っているので、大幅に職員を採用するというのは難しいかもしれませんが、やはり最低限の職員がやっぱりは採用していかないと、とてもじゃないけど、自分たちの町も回せませんし、このように被災地に対する協力もできませんので、まあ、これについてはもともと私改めるというよりは、職員をこうなんて言うんでしょう、極端に減らしているとかですね、まあ、そういったことは方向性を示したことは一度もありませんし、やっぱり職員には充実して、ライフバランスも含めてですね、やっぱり充実した仕事の環境を
仕事ができる環境をしっかり作っていかなければならないというのは常々思っているところです、はい、そうすると、まあ、バランスを取りながらも、その、まあ、前での前での、あの仕事を守らないかという、ね、そうですね、で基本がベースにあるんだけども、この辺のところをバランスを取りながら、まあ、検討したいというか前向きに考えたいという理解でいいですか。そうですね。でただもちろん、じゃあどこまで例えば増やすという議論を、消防の隊員についても増やすという議論をしたときに、それが例えば倍なのか10名増なのかっていうのは、普段の当番勤務でやってますから、そうしたローテーションも踏まえた上で、極端に、ね、どこまでももちろんお金に余裕があれば採用したいですけれども、そこをしっかりと見極めた上で考えなければいけない内容であると思っています。はい、はい、ちょっとお願いします。まあ、今回のことは鳥取地震で、まあ、人体の被害が出たということで、さまざまな教訓みたいなものが出てきたかなと思うんですが、現地にですね、支援を通じて植物が発見されておられて、で、報告を受けられたということなんですが、避難所運営とかですね、あと、こっちにも津波が来たと思うんですけども、津波に対する、対策といいますか、そのあたりですね、このままでいいのか、課題みたいなものを伺った部分というのはございますでしょうか。はい、避難所のあり方ということでいうと、例えば今回津波で言いますとですね、それぞれ約500名ほど迅速に避難をしていただいたんです。でこれはそれぞれの沿岸部の村で、過去の伝えが、先代からの伝えがあってですね、この高台に行けばいいんだというようなこともあって、皆さんすぐに避難をしていただきました。しかし、寒い時期でかつ夕方に発生しましたから、例えば高台に逃げたとしても、そこに箱がないわけですね。で皆さんは寒い中でその高台でまただけ避難をしなきゃいけないということが実際に今回、お聞きをさせていただきました。ですから対津波ということでいうと、じゃあ高台に避難する場所があって、かつそこに室内として、逃げる場所をしっかりと確保しておかないといけないなというのを改めて痛感したところですね。あとはやっぱり道路インフラですかね。津波のことでいうと、例えば、大浦地域を一つにとりましても、道が寸断されてしまえば、東大浦も西大浦も、特に、美浜、尾瀬、また大井、野原、成流の方はですね、これ行けなくなっちゃいますので、やっぱりここの道路インフラについても改めて考える必要があるだろうなというのは認識したところです。はい、はい、はい、チームさんお願いします。地震直後に官房長官が、原発に異常はないという、言い切ったんだけど、その後ゴロ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 出ていく状況で、高浜、ちょっと今トラブってますけれども、今回の地震を受けて舞鶴市に何らかの関連なり国からの連絡はあったんでしょうか。ありました。2日ほど、3日ほど、ちょっと忘れましたけど、はい、直接来られまして、当時の状況、それから具体的な根拠を持って、この今回のこの地震では大丈夫でしたということは関西電力さん、私としましても、当日ですね、1月1日も含めて、分かりやすい候補、安全ですよ、異常ありませんよと、いうことだけではなくて、そのタイミングでこういう理由により、例えば高浜原発は異常ありませんというような情報をしていただきたかったということを申し添えたところです。でそれは後日ですね、ホームページ等でも関西電力さんとして発表されていますので、詳細はそこに書いてありますけれども、そういった話をしたところですね。担当官に直接確認すべきだったかもしれませんけど、もしそういうことがあれば、広報課を通じてできたら、そういうプレスに
その出していただきたいなって率直に思いました、ね、あ今のような、ねうん、話を、ね、つまり大丈夫だっていうやっぱり安全情報のやっぱり市民に伝えるって、ね、今後ちょっと検討してみてください。おっしゃる通りですね、まあ、要は電力会社からの広報だけじゃなくて市としてもその情報をキャッチして、プレスに投げてほしいということですね、うんはいまあ、それは今聞かせていただくと確かにそうだなと思いますので、まあ、それについても、はい、検討させていただきたいと思います。他いかがでしょうか。大事なとしたら、関係者について、終了させていただきます。以上で本日予定しておりました案件は全て終了しました。ありがとうございました。